涙の神秘振り払い立ち上がろう。まぶた閉じて遠く耳に聞こえる音、僕は今帝都東京に来ています。いよいよ今日から新たな生活の始まりです。あなたは？お迎えに参りました。はじめまして、自分は大河進次郎と言います。上尉、こちらへ。帝国歌劇団の本部、大帝国劇場へお連れいたします。驚かれましたか？これにはちゃんと理由があるんですよ。一つは敵の目を欺くため、もう一つは歌や舞で都市に潜む魔を鎮めるため。そのために劇場があるんです。私たち花組は魔と戦い平和を守る戦闘部隊としての歌劇団と、歌い踊り舞台に立つことで平和を維持する歌劇団、2つの顔を持っているんですよ。頑張ってくださいね。大神司令も期待されていましたよ。そういえば大河少尉は大神司令のお犬さんでいらっしゃるんですよね。ここが大帝国劇場です。さ、中へどうぞ。大神司令のお待ちです。大神司令、大河進次郎少尉をお連れいたしました。大河少尉、よく来たな。桜くんもご苦労だった。さあ、大河少尉、大神司令にご挨拶を。いい顔だ。粉骨砕身の覚悟を持って任務に当たってくれ。
ところで大河少尉、挨拶をしてもらったのはいいのだが、実を言うと君が配属されるのはこの帝国歌劇団ではない。大河進次郎少尉、君にニューヨーク歌劇団星組への配属を命ずる。帝国歌劇団、パリ歌劇団に次いで作られた都市防衛組織、それがニューヨーク歌劇団星組だ。君なら星組でも即戦力になるだろうと思い、こちらから推薦させてもらった。星組はまだ若い組織だ。君が中心となって隊をまとめていってほしい。お前ももう19歳だろ。異国に行くことぐらいで気づいてどうする。心配することはない。俺もパリに留学したことがあるが、なんとかなったものだよ。ニューヨークに俺の知り合いもいる。連絡をしておくから、何かあったら頼れば。ニューヨークの平和はお前にかかっている。期待してるぞ。向こうに行って耐え難い苦難にあったらこいつを使え。だがその時まで決して開けるんじゃないぞ。はい。それともう一つ、どんな相手でも自分を信じてまっすぐに向き合え。進次郎、いや大河進次郎少尉、健闘を祈る。はい、ありがとうございます。見て見て。ニューヨーク、ようやく僕の守るべき新天地に着いたんだ。よーし、なせばなる。ニューヨーク歌劇団が僕を待ってるんだもんな。僕はでっかい男になるんだ。侍の意地見せてやります。などない。お前も侍の端くれなら、この程度の小悪党は一人で片付けてみる。さらば。何なんだ
彼女は一体。あ、だから何なんだよ。ち、一足遅かったか。逃げ足だけは早いやつだ。ん？ヘイボーイ、そのドル袋。おい、現行犯で逮捕する。盗んだ金持って立ってるとは間抜けな強盗だぜ。プリーズ、話なら警察署で聞いてやるよ。ほら、さっさと車に乗れ。ニューヨークはいいな。ビル高いけど。Nice to meet you, 新次郎。2位は謎の貿易商、雄一加山。それはさておき。ねえ警部、彼はミーの知り合い。分かってるね。そう加山、またお前か。代行監督権振りかざしやがって。いつかも知らせてやるからな。君を無事に送り届けるのが俺の仕事だからな。イエス、その通り。さあ車に乗ってくれ。ニューヨーク歌劇団の本部に案内しよう。ここが今日からお前がお世話になるリトルリップシアターだ。よく知ってるな。だがこの劇場の役割はそれだけじゃないぞ。さまざまな人種の人たちが感動を共有し一つとなる。ここは理想のニューヨークの縮図なんだ。ミスター加山。お迎えご苦労様でした。今日は道も混んでいたから大変だったでしょう。あら、そちらにいる少年は。大神司令の推薦で帝国歌劇団から派遣されてきた大河進次郎少尉です。この子が。でも聞いていた話では。あ、ごめんなさい。私はラチェット・アルタイル、ニューヨーク歌劇団星組の隊長です。意外だった。星組の隊長が女性だということ。それとも他に何か。あなたが。残念だけど、それは期待のしすぎね。今は私が星組の隊長です。ここは実力が全て。実力を示さなければポストに就くことはできない。たとえ大神一郎であってもここで結果を示さなくてはね。それでは引き渡し完了ということで、ラチェット隊長、よろしくお願いします。はい、ご苦労様、ミスター加山。進次郎、何かあったらロマン堂って店に来い。いつもはそこにいるから。仕上げしっかりやれよ進次郎。では大河君、
私たちも行きましょうか。司令の部屋は屋上にあるわ。それとここは公共の場よ。一般の方も多いわ。隊長と呼ぶのは不適切ね。司令は何でも派手にやりたがるから。ほら、あの建物が司令のお部屋よ。失礼します。司令、帝国歌劇団からの新入隊員が到着しました。おお、こんばんは。あ、こんにちは。おはようございます。こちらがサニーサイド司令、リトルリップシアターのオーナーでもいらっしゃるわね。ようこそ、タイガ慎二郎君。ニューヨーク歌劇団司令、サニーサイド。みんなからは敬意と愛情をたっぷり込めてサニーって呼ばれてる。呼んでません。ラチェットは相変わらず冷たいね。ま、それが君の魅力だけどさ。ま、いろいろあると思うけど頑張ってくれたね。期待してるよ。おやおや、元気がないね。君は若いんだ。もっと攻めの姿勢を見せないと。さあ、もう一度君の熱い思いを僕にぶつけてくれ。お、今度は勢いがあるね。いいじゃないか、若さがみなぎってるって感じでさ。ま、楽しくやろうよ。人生はエンターテイメント、これが僕のモットーさ。では早速だが、この紙に書いてある住所に行きたまえ。ビレッジ地区に大学のアパートを用意したわ。まずは荷物を置いてらっしゃい。ああ、そうだ、タイガー君、君腹切りをしたことはあるかい？オーケー、それならよろしい。失敗しても腹切りで済むと思ってもらったら困るからね。腹切りは責任を逃れることだ。この国でやっていきたいのなら結果で責任を取るべきだ。以上。それじゃあ行ってらっしゃい。どこ？さっきの道を曲がったのが良くなかったのかな。ごめんなさい。怪我はないですか？僕、その…使った時に落ちたみたいだけど。ビレッジ、ねえねえ、ビレッジに行くの？僕も一緒に連れてってくれないかな。僕、ビレッジに行く途中で迷子になっちゃったんだよ。詳しくないんだ。でもさ、
それならなおさら二人で行こうよ。その方が心強いしさ。君もニューヨークに来たばかりで心細いでしょ。手と手を取り合って頑張ろうよ。あ、そういえば君はどこから来たの？アメリカの人じゃなさそうだけど。その格好、あ、サムライだ、サムライがいる。僕サムライ大好き。憧れちゃうな。忠義のために剣を取り、桜のごとく潔し。いつかは僕も愛刀レッドサンを携えて。やや、現れたな悪党ども。この門どころが目に入らぬか。トリア、あ、大丈夫。ごめんね、僕妄想する癖があって。そうだお侍さん、せっかくだし君の名前も教えてよ。僕はね、ジェミニサンライズ、テキサス生まれのテキサス育ち。ジェミニって呼んで。お侍さんのことはシンジロウでいいかな。それじゃあシンジロウ、ビレッジまでレッツゴー。くれるじゃない。ボクちゃんはアンリが好みってわけ。私こんなの嫌いだもん。どうせならもっと背が高くてハンサムで優しい人の方がいいもん。ウラムーン、助けて。私この人苦手だよ。あら、まあ振られちゃったわね、僕。
ペーター。あのプラムさん、アンリさん、あ、ジェミニさん、お使いから戻ってたんですね。あの、実は彼が例の新入隊員なんです。うそ、この子が？もっといかめしい人だと思ってたのに。まあいいわ。はじめまして、タイガー。私はプラム・スパニエル。リトルリップシアターでドリンクバーを仕切ってるの。よろしくね。この子は吉野アンリ。売店で売り子をしてるの。ほら、アンリ。あの、さっきは。これで仲直りっと。今日から一緒に働くんですもの。仲良くしなくっちゃね。あ、そうだ。これ、新入隊員さんに渡すように言われてたの。シアターの制服と懐中時計、男の身だしなみセットよ。早速だけど着てみてくれる？さてと、これで役目は果たしたし、私たちそろそろシアターに戻らなくちゃ。ジミニー、あんたは新入隊員さんとニューヨークを一回りしてきなさいな。わかりました。それじゃあ、シンジロー、ニューヨーク観光にレッツゴThank you.
Thank you.
エレベーターが来たみたいよ。あら、スバルは見た若き日本人を。ちょうどよかったわ、タイガ君。あのね、こちらは同じ日本出身のニューヨーク歌劇団星組、九条スバル。スバルでいい。スバルは言った。男か女かということは器の問題に過ぎない。僕は九条スバルという存在、それ以上でもそれ以下でもない。スバルは思う。日本人同士であること、それに何の意味があるのかと。
人間の血は皆同じであり皆異なる。日本人であるということを特別なことだと考える。それは間違いだ。スバル、タイガ君はね、日本の帝国歌劇団からここに派遣されたのよ。スバルは忠告する。彼の代わりは君には務まらないと。そのことは気にしないで、さあ行きましょう。エレベーターが行ってしまうわ。あら、サジータ楽屋にいるはずなんだけど。ちょっと待ってね、近くにいると思うから探してくるわ。おや、君は。坊や、ここで何やってんの？一般のお客様が楽屋に閉じられては困るわ。そうだけど、ひょっとして坊や、私に会いに来たのか？はあ、トップダンサーに会いたい気持ちはわかるけど、規則は規則だからね。さあ、客席に戻ってもらえる？でないと、こちらもそれなりの対応を取らせてもらうわよ。良い選択だ。事態を収束させるには一番早い方法だろうから。どうしたんだ、スバル。この坊やと知り合いなの？サジータ、この子はファンじゃない。今日から入ったタイガ進次郎だ。なんだって、この坊やがシアターのスタッフ？サニーサイドのやつ、こんな幼い子供を働かせるなんて立派な児童労働法違反だぞ。坊や、一緒においで。あのインチキスーツに一言言いに行くよ。私の本職は弁護士だからね、自分のオーナーが法を犯すのを見逃すわけにはいかない。さあ早くしな。このままだとあんたも罪を犯すことになるよ。スバルは言った。やれやれと。ちょっとサニーサイド、これはどういうことなの？おいおい、サジータ、今日はどんな難題が飛び出すのか？分かってるの？14歳以下の労働が法律で禁止されてるってこと。あのね、サジータ、さすがの僕でもそれぐらいは知ってる。法律は守らなければ意味がない、使いこなせなければ価値がない。知ってるだけではダメなのよ。自分のオーナーが犯罪者だなんて私は認めるわけにはいかない。それは困ったね。タイガ君、君からもこの弁護士さんに何か言ってあげてよ。坊やが19歳？そんなわけないだろ。どこをどう見たって10歳かそこらじゃないの。いいんだよ坊や、どうせこいつに19歳って答えろって言われてんだろ。坊やの悪いようにはしないから。でも正直に話さないと別の罪に問われることになるよ。だからさ、日本人って年齢より幼く見えるんだから。それに彼はスタッフじゃない、ニューヨーク歌劇団の新入隊員だよ。盆栽を形作るための針金として日本から輸入したんだ。
この坊やのニューヨーク歌劇団星組の新入隊、どういうこと。こんなひよっこをよこすなんて、私たちもなめられたもんだね。大体日本から来るのは大神一郎のはずだろ。立派な契約違反じゃないか。とっとと坊やを帰らせて、一刻も早く大神一郎に星組へ来てもらうべきだ。早急な対応を頼むよ。それじゃ。ああ、行っちゃった。サジータはすぐに怒るからな。沸点が低い。華氏70度ぐらい。我々は帝国歌劇団に最高級品を要求した。それは君じゃない。星組は出来たての舞台だからね。盆栽を形作るためには素晴らしい針金が必要なのさ。はっきり言ってしまえば、そうだね。どうしたの？暗い顔をして。楽屋にいなかったから探してたのよ。嘘ではありません。私たちが望んだのは大神一郎、あなたではないわ。大河君、情けないわよ。あなたにプライドはないの？あなたまさか今すぐ日本に帰るつもり？大河君、よく聞きなさい。ここはアメリカ、実力主義の国よ。もしあなたが星組として戦いたいのなら、まずは結果を見せなさい。そう、結果よ。あなた自身の行動をもって私たちを納得させなさい。ここアメリカでは全ての人にチャンスが与えられています。自分でチャンスをつかみなさい。それができないのなら、改めて大神一郎を呼ぶまでです。あなたをゆっくりと育てている余裕はないの。急がないと私は。そろそろ時間ね。申し訳ないけど公演の準備があるから。私たちのミュージカルを見て自分に何ができるのかよく考えてみなさい。
ごい、これが本場のミュージカルか。作戦指令室に入れることはできないわ。あなたには司令から別途指示が出ています。シアターの掃除をせよと。掃除も大切な仕事よ。行きなさい、タイガ進次郎少尉。これは命令です。私は決して忘れはしない。積もる恐れや苦しみは空に向かって昨日去った。さあ鳥たちよ、自由な鳥よ、私の心をあげよう。
ございます。朝のお散歩ですか。あなたもご一緒にどうですか。鳥たちに果物をあげていたのですけれど。よかった、やっと笑ってくれましたね。さっきまでの暗い顔は嘘のよう。私、ダイアナ・カプリスと申します。あなたは。何かあったんですか。私でよければご相談に乗りますよ。今までよほど大変な目に遭われたのですね。それはつらかったでしょう。でもこれからは私があなたの味方になりますよ。さあ顔を上げて、いつも笑顔でね。どんなにつらくても笑顔で頑張っていれば皆さんも分かってくれますよ。大丈夫、あなたには未来という可能性があるんですもの。その調子です。私は毎朝ここにいますから、お話ししましょう。頑張ってくださいね、タイガさん。Thank you.
Thank you.
Thank you.
して楽しかったな。テキサスにいた頃はニューヨークじゃ人も車も多いからラリーと駆け回ることなんてできないしね。僕みたいな田舎者がうろうろしてると邪魔になる気がしちゃってさ。だからかな、時々テキサスが恋しく思えちゃうんだよね。でも僕は頑張るんだ。ニューヨークには星組っていう夢があるから。それにさ、進次郎っていう大切な友達もできたし。進次郎、出撃だって。シアターに戻りなよ。タイガ君、早くいらっしゃい。あなたも出撃するのよ。やったね進次郎、認められたってことだよ。頑張って、僕応援するからね。スタッフとしての働きぶり、今日の公演のこと、あなたの実力は十分に見せてもらいました。タイガ君、私はあなたを信じます。期待してるわ。私の心を動かしたそのサムシングエルスに。早く車に乗って、時間がないわ。
やあ、タイガ君。作戦指令室にようこそ。さ、座りたまえ。ちょっとサニーサイド、なんで坊やがここにいるんだい？え、何かおかしいかい？僕の見たところ、タイガ君はいい針金になれると思うよ。それにタイガ君のことはラチェットに任せて。いいんだろう、ラチェット？はい、私の責任においてタイガ君の出撃を許可します。ラチェット、あんた。スバルは応じる、体制に影響はないと。スバルまで？だったらもういい。邪魔なら捨てるだけだ。それで敵の状況はどうなの？自由の女神像の周辺に大量の悪念機が出現、破壊活動を行っています。ここは我らがスターの出番だね。そう、スターだ。では紹介しよう。メインモニターターンオン。私がお教えいたしましょう。これこそ我がニューヨーク歌劇団の誇る吉甲冑中スターでございます。またお会いしましたな、進次郎殿。私は王行地と申します。以後お見知りおきを。王先生は僕の執事であり、ニューヨーク歌劇団のメカニックチーフでもあるんだ。進次郎殿のスターも整備は万全。いつでも出撃できますぞ。まあそんなわけだけど、出撃前に何か聞いておきたいことはあるかな？
準備はいいね。さあ行きますよ。人生はエンターテインメント。 It's show time。 ラシェット、出撃命令を。 OK、 サニーサイド。ニューヨーク歌劇団星組、出撃よ。出るわよ、東洋の侍さん。あなたのサムシングエルス、私たちに示すのよ。言っておくけど、私はまだ坊やのことを認めてないからね。タイガーの好きにするといい。ただし僕の邪魔だけはするな。みんないいわね。さあ出撃よ。タイガ、第2ポイントコンタクト、スタービルドインスタンバイ。終了、オールグリーン。スリングカタパルト、アピアランス。クリア。 It's show time。 Ahab、 イグニッション。
私たちの自由の象徴に手を出そうだなんて、いい度胸してるじゃないか。今すぐにでも判決を言い渡してあげるよな、ラシェット。え、何か言った、サジータ。おいおい、ラシェット、隊長が上の空でどうするんだよ。君らしくないな、ラチェット。戦闘中に集中力を欠く。問題があるなら撤退すべきだ。大丈夫、さあみんな行くわよ。目標敵殲滅、各機とも女神像への被害は最小限に食い止めるように。Yes sir。おきなさい。そこ、甘い。逃げられると思って。敵味方の区別はしない。スバル機に近づくな。宝珠の花の色、雪月花。いざ、クルイザキ。敵機撃破、これより次の行動に移る。はっ、
された。あけうき罪を償え。バーディクトチェイン。私の戦い方よく見ておきなさい。そこ甘い。どきなさい。今回の敵も大したことなさそうだね。わざわざ坊やを連れてくるまでもなかったんじゃないの？僕たちに歯向かう奴がいたとはね。強力な揚力反応あり。上空に何かいる。どうするつもりだい？どうせここで死ぬのにさ！
が。ラチェット、どうしたんだい。ラチェット、こんなに早く霊力が尽きるなんて。お願い、お願いだから動いて。もっと泣いておくれよ。かわいい声でさ。バカ、行くな。坊やの手には負えない。あいつの餌食になりたいのか。行動不能の機体のためにもう一機潰すわけにはいかない。戦力の浪費だ。そろそろ仕上げといこうかな。なかなかやるじゃないか。バカ、何やってんだ。コックピットから出るなんて。タイガ君、何を考えてるの。まだ戦闘中よ。しょうがない子ね。戦うにはあまりにも優しすぎるわ。その思いこそがあなたのサムシングエルスなのね。さあ戻りなさい。早くしないとあなたも。あ、大学でもいい。次の命令だけは聞いて。大学、今よりあなたに星組の指揮権を移譲します。なんだって。正気か、ラチェット。大学には諦めない強さがある。あなたたちだって今目の前で見たはずよ。タイガ君、みんなを、みんなをお願いね。タイガ君、ラジェットはエイハムが回収する。君は戦闘に集中したまえ。スバルは言った。了解。お手並み拝見と行こうかね。
行きます。砕け散れ。
勝利、君の出番だ。Thank you.
も区別はしない。スバル機に近づくな。霊力制御解除。はあ、見えたかい。そうだと。撃破。これより次の行動に移る。照準戦。から見てたわ。よくやったわね。
平気よ。なんとか一人でも歩けるわ。あなたは十分に責任を果たしたわ。星組の隊員としても私の代理としても。それじゃいつものやつやりましょうか。大学もこっちにいらっしゃい。さあみんな行くわよ。勝利のポーズ決め。それじゃあ、タイガ君の着任と自由の女神の無事を祝って。乾杯！タイガ君、ちゃんと楽しんでる？それはよかったわ。実はね、あなたに話しておきたいことがあるの。大学には今後もニューヨーク歌劇団星組として頑張ってもらうことになったわ。ラチェットを救った大河の功績は大きい。当然の結果だ。戦い方の是非はともかく、坊やの根性だけは私も認めるよ。やったね進次郎、おめでとう。ま、君にも一役買ってもらうよ。理想のニューヨークのためにね。そういうわけだから、これからもよろしく頼むわね、大河君。期待してるわ。それじゃみんな、大河君に乾杯。面白い。この町に我が主が。ニューヨーク、ここでは法律こそが正義。全てが法に縛られている。人民の人民による人民のためのローン。さあ、改定の時間だ。摩天楼にバキューム。